はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はね、鍋山の湯っていうところにね行こうと思うんだけど、道がすごいね。山道のだいぶ山を登ってきたんだけど、まだ上かな。まだ上だね。こんな山の上にあるんだね。ここからはね、歩きで登ります。まあこんな道なのかな。だけどね、さっきのなんか蛇の湯で知り合ったお兄ちゃんが、なんかこの道を歩いていって、途中からね、違う山道に入らないとダメですよっていうことを言ってたけどな。道のまま行ったらダメだよって言ってたんで、ちょっと頑張ってね、歩こうかね。いや、普段のね、不摂生が答えるよね。お、硫黄の匂いがする。いや、もう疲れてきた。こっちに行けっていうことかな。どこだ？これも温泉かな。いやー、天気がいいね。天気が良すぎる。大汗かく。まだ上？わかんねえ。どこだ？どこだ？すごいね、湯気が立ってるね。立ってるんだけど、どこなんだ？どこだ？どこだ？わかんないぞ。こっち？よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ。どこだよ。どこだよ。どこだよ。ん？ん？どこだ？こっちかな？
暑い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 、あ、ここだ。ここだ。ここだね。硫黄の匂いがする。周りはこんな感じだ。よいしょ。よいしょ。おお。よいしょ。どうだ？暑いのか？あ、ちょっと暑いかな。よいしょ。どこしょ。ちょっと剥奪してるね。向こうに脱衣所も作ってある。山の神様なのかな。一袋浴びさせていただきます。いいね、挨拶。一生取るとね、足もちょっと悪いもんだから、足の踏ん張りが効かないもんだから、もうすぐこけたりとかね。でも温泉入ってこうやって温めてちょっと良くなって、まだどっか行かれるんですか？いや、これから愛媛に渡って。あ、愛媛。はい、ずっとあのこっちが愛媛もあるんですか？こういうとこ。いや、道後温道後温泉は知ってるけど、湧いてるのは湧いてるらしくて、もう今どんなかわかんないんですけど、結構温泉が多いんですよね、夏山の方は。温泉があるからあるみたいな。道後温泉とか、あと雲仙とかあんな辺りないのかなって思って。ああ、そうですね。長崎の方も行ってみたんですけど、入ったことがないですね。雲仙もこうすごい蒸気が出ててなんか湧いてそうな感じがしますけどね。その辺りもありそうな気がしますけどね。温泉自体はあるわけやから。温泉も深いとこ流れてたら、ほら、もう湧き出すのもね、ありがたい。そうですね。結構すごいな。確かに、旦那は、このところから、すごい見えてる。どこも見えてるんですけど。どこから？旦那は温泉なんですけど、ちょっと降りたところなんですけど、5時以降入れてもらうと、そこも、あの、ホテルの上側なんで、そういうところが来る。だから鹿児島とか、鹿児島とか、あの、なんかな、別府とかっていうのは、スーパー銭湯が出てきても、最短合わないんです。鹿児島の銭湯って広いんですよ、そこも。あの、スーパー銭湯みたいな感じで。ご飯が食べられたりとか、それで400円ぐらいだからですね。安いな。霧島市なんかまだ安いですよ。あの家族風呂、私しょっちゅう入るけど、家族風呂一人で入っても300円ですからね。今100円ぐらいするんですよ。サウナ入ると
それからまた2、300円くらい、1700円。暑い。今回はね、鍋山の湯にね、寄ってみました。もう暑いからさ、下着のままで体冷やしながらね、駐車場まで下ります。以上、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。すごいね、あの辺りも吹き出してるよね。でもあの辺り危ないよね、なんか落石がありそうでさ。